はい、晩ご飯の夢ですよね。なんか前者がもう大喜びしてるんね。はい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 、まずお前はご飯からだね。はい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 、すごい喜んでますね。前者のご飯あったっけな。ないと困るよね。あったろっかね。あったろっかね。あったろ、あ、ねえじゃん。前のご飯ないよ。前のご飯ないわ。あれ最後の一個だったのか。なんか食べさせてやらないとダメだね。ちょっと考えましょうか。これハンバーグだね。ハンバーグは食わせられんね。これはなんだっけ。これは野菜炒め。これ食わせようか。たまにはこういうの食べてもいいよね。玉ねぎ入ってなければいいんだな。これは汁ですね。汁。あ、煮しめだ。あ、これすき焼きだ。すき焼きだからちょっとこれ食べるね。玉ねぎが入ってますね。はい、次のこれね。これカレーだ。カレーもダメですね。これなんだろう。あ、これコンソメスープだから、これあげていいね。あ、やっぱ。次、納豆やるわけじゃないでしょ。この辺はちょっと食わなきゃいけないし。これなんだろう。なんかですよ。鶏肉のスープだ。鶏肉のスープだから、これあげればいいね。よしよし、これやりましょう。これプリン。これ手羽先。あ、いいね。もう大体できましたね。焼けるもんね。はい、じゃあ野菜ちょっと刻んだら、あれをやってしまいましょう。それでまず、まゆちゃんのご飯の第一品ね。まゆちゃんのご飯の第一品。これキャベツだね。キャベツの芯がありますね。キャベツの芯。それでここら辺で何かあるかな。あ、これあれですね。葉っぱね、余ってるやつ。こういうやつになります。こういうやつね、まるちゃんね。はい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 。まゆちゃんのご飯はやっぱ、うちはね、僕は、もう、家族の食事はみんな作るって決めてるんでね。まゆちゃん家族なんでね。ね、こう足元から入ってるのが可愛いんでね。それ、なんか、僕にくれんのって顔しますよね。ちょっとこのぐらい白菜あげちゃいましょうか。はい。はい、あげた。あんま好きじゃないんだよ、白菜ね。はい、いいでしょう。食べないよ。向こう持ってってすぐ戻ってきました。はい、じゃあこれね。じゃあ今日は毎日白菜汁だ。あ、これ食うんだよ、これ。キャベツ。キャベツ好きなんだよね。うまい。キャベツ美味しいんだろうね。なんでかわかんないけどね。これあれです。鶏の、この間の鶏のなんかですね。鶏肉をゆっくりとこう煮たやつですね。これどうもね。あれですね、あれ。あれが余ったやつですね。これ今回の今日の毎日のご飯ね。ちょっとしょっぱみ強そうだね、これね。でも野菜多ければ、野菜多い食事にはね、しょっぱみは必要ですからね。これはみんなこう入れてやりましょうかね。生の白菜はダメなんだね。生のキャベツは食えるけど。今あっち行って帰ってきましたけど、あれ、これどう考えても俺の布団の上でキャベツ散らかして帰ってきたんですよね。
入りましたね。食べてます、美味しそうに食べてます。まいちゃんのご飯パヤッパー、美味しそうに食べてるね。はい、これね、お湯に入れてあげて、だいたいこれに、これがね、コンソメの、キャベツのコンソメスープですから、うまそうじゃろ。じゃあ、鶏肉のタッパーの鶏肉、これどういった、これかな、これだ、これは鶏肉ね、タッパーの、タッパーに入れておいてください。鶏の手羽の先っちょの方ですね。これが入れば、もう最高ですね。なんていうの、最高潮。はい、じゃあ最高潮始まる。はい、じゃあ舞ちゃんのご飯始まりね。そしたら、これも終わりね。今日の汁作りますか。シューシュー、こんなのにね、食わんでみろ、食わんと、食わんと。小鍋がね、一個片付きましたね。はい、じゃあ食べますか。白菜の汁にね、白菜の汁に、まあ白菜の汁ですね、簡単。もう、こう、毎日料理作るんだからさ、考えないね。考えないで体が動く。シュッ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 。卓球。やめろ。そんなバカなこと言ってるのやめろ。まあ、こんな時にね、白菜食ったらね。こんな時でしょ、白菜でね。はい。次に何やるかというと、これはですね、なんだっけ、カブのナッパですね。カブのナッパね。カブのナッパはね、結構美味しいよ。だから食べよう。カブのナッパ、カブのナッパ、カブのナッパ。美味しいんだよ、食べよう。美味しいから食べよう。あ、これ食うつもりだったんだわ。忘れてましたね。パリッと朝食。まあ、夕食だからね。まあ、キノコがあればね。こんなのだらけね。キノコがあれば。こうこうこう。これキノコに人参ですね。人参はよく見てやると美味しいですね。キノコに人参。パヤッパー。これにこれね。はい、これ。肉。はい、肉、これしゃぶしゃぶ肉ね、これでね。アインさんの写真撮らん。お、何やってんだよ。はい、はい、じゃあこれで汁を作りましょう。デュワフワー、デュワフワー、デュワフワワ、デュワフワワ。本当に、これは毎日作ってますからね。何にも、なんていうの、面倒しない。とにかく、ちょっと多いね。まあいいよ。全部やっちゃったよ。中途半端な人参の大きさだったね、これね。どう考えてもね。ちょっと中途半端だね。ちょっと中途半端だね。ちょっと中途半端だね。人参多いよ、おい。あ、そうだ、まだらこの、あれ使わなきゃいけないから、半分取ってなきゃダメだね。ね、まだらこよね。はい。ドド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 ド。
これみんな一緒ね。これみんな一緒に入れて、これをみんな一緒に入れてあげる。はい、これね。はい、このままの水でー、ゴーゴーゴー。これいいね。はい、OK です。始めますか、始めますか、始めましょうか。これもね、ちょっと用意しようかな。刃物ですから、刃物だけど、ちょっとちょっとアクがある刃物ですよね。はい、これね、まあちょっと先に入れてやっていいですよ。よいしょ。はい、これね、まだらの子。こっちはまやちゃんの子ね。はい、こっちはこれね、こっちが鍋ね、この鍋ね。どうしようか、まだだな、まだらの子ね。まだらの子はどこの子、まだらの子はここの子、300円、ね、まだらの子どこの子、まだらの子、これはやっぱりなんていうの、売ってない味だね。自分で作らんとダメだね。こうやってね、だいたいこう切りますね。まあ、これで300円ですからね。よく聞くか。で、やっぱマダラの子にはね、糸コンとタケノコ。タケノコちょっと聞いとこうか。タケノコに、あと人参ね、これね。これでマダラの子ができますね。マダラの子、はい。でこちらで酒を入れて、まず砂糖ですね。砂糖結構多めね。砂糖にだね。砂糖醤油をね、作る感じですね。作る感じっていうか、作ってるだろう。濃いめの醤油をあんまり濃い味にしないには砂糖じゃなきゃダメなんでね。こうやってね、濃い味にならないように、こういう味にならないように、こうしたれ、こうしたれ。はい、OK ですね。そしたら酒を入れてやって、また沸かしましょう。また沸かしましょう、また沸かしましょう。はいはい、そこに、はいはい、そこにこの人たちを入れてあげよう。マダラの子、ほう、マダラの子、ほうほう、マダラの子。こうやってね、
こうやってちょうどいい大きさね、なれ底がちょうどね合うぐらいが大事ですね。ちょっとこれ小さいよ。まあいいよ。ちょっとあっち側も佳境になってきましたね。こっち側もね、こっち側も佳境ですね。ちょっとこっち止めましょう。これでちょっともうちょい先に、ちょっと足りないな、量が、大きさが、鍋底見当違いしましたね、僕ね。こっちだね、こっちに移します。はい、ごめんなさいね、私が悪くございましたよ。その間にこっちできるね。ちょっと失敗だね。まあいいやな。まあ大したことねえよ。普通のマダゴの子はさ、あれの半分の大きさなんだよね、いつも買うのって。そんなこと言っても半分のこともあの場合は買うか。まあ、はい、肉が入りました。悪くないな、この肉の穴が。ネバついておいて、はい、こっち側ね。はい、ここ。はい、このまま。逃げろ。いいね、はい。こっち側は、葉っぱ入れ。ちょっと大騒ぎになっちゃいましたね。こういう状態を大騒ぎと言います。それでは、まあいいの。ちょっと煮ましょうかね。汁はね、もうこれが1個あるともう、なんていうの、人生勝利っていうか。ああ、なんかちょっと豚臭いね。悪かったかな、悪くなってたらごめんな。うん、ちょっとしっかり煮てあげよう。それありかよ。これ悪くなってない？まだ悪くないね。まあちょっと気持ちいい。よく熱に通すといいですね、こういう時は。うん、大丈夫だ。おいしい。はい、こちらも。うん、あ、おいしい。もうちょっと強めの味でね、出してやりますか。
はい、じゃあこのままこれいきましょうかね。まいちゃんがなんか欲しいって言ってますよ。私もらえないのって感じ。はい、ね、まいちゃんのご飯ですね。暑くて食えないよね、これね。ちょっと無理だね。前無理だよ。暑いよ、まだ。これほら、熱々。犬の猫舌ってのも面白いけどね。水で冷ましてあげましょう。でもやっぱ熱いね。もうちょい、まあこれでいいわ。これ勘弁してもらいましょう。お前ほら待て待て待てだー待て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 、だーでしょ、ねえ、待てでしょ、待て。もういい、こいつ。俺のことなんか何も思っちゃいないんですか。っていうかね、あの、もうこの人をいい加減に扱っても私怒られないよねっていうね。舐めとんのが悪いっていう感じですか。オッケーだね。うまそううまそう。これは醤油がなくなる、あの、だし汁がなくなるまで煮ますからね。はい、じゃあ後片付けしますか。後片付け。はい。まだらの子似てますから、まだちょっと料理中といえば料理中、一番弱火でね、このまんま20分ぐらいかな。じゃあ20分やりましょう。その間になんかいろいろとやって、はい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 、まいちゃんはご飯食べてます。これもまた洗ってね。中身に大事なのはこうやってあの洗うことですよね。これ大変ですね。これは大変だ、これは大変だ。はい、じゃあ喉乾いたな。ビール飲みたいけどよ、っていうかあんま飲みたくなくなっちゃったよね、人生にしてね。本当に飲み物があんま飲まなくてもよくなっちゃった。これハンバーグだから後で食べます。ハンバーグも食べよ、後で食べよ、いろんなご飯の残ってるものを後で食べよ。これいいね、いい歌だね。後で食べよ、後で食べよ。なんか変な歌だね。まずは食べよ、さてと食べよ。だ、食べてばっかりだね。そろそろ食べよ。あ、やっぱ。はい、じゃあまいちゃんもう一生懸命食べてますんで、今日汁作っただけだね。揚げ物とかいっぱいあるんだよね。揚げ物とかがいっぱいあるよね。
揚げ物とかがほらいっぱいある揚げ物ね、これだけあれば十分。まあね、汁作っとかないと体の調子良くないから作るだけ。おお、上手に煮えてるね。これなかなか難しいんだよね。あんまり一生懸命やるとバラバラになっちゃうしさ、あんまり一生懸命やらないと今度はガチガチに固くなっちゃう、固まっちゃうしね。今ちょうどいいぐらいです多分。あ、やっぱ。はい、ということで皆さんももし晩は食べて元気に過ごそうじゃございませんか。まあ、じゃあな、まだ泣けてるよあれ。クワタロウめ、もうやめ。じゃあね、バイバイ。